こんにちは、サンロードの花園です。お菓子コーナーでですね、ちょっと面白いものを見つけましたのでご紹介したいと思います。本日ご紹介する商品はこちらになります。自称日本で2番目に辛い柿の種です。まあ自称なんでですね、本当に2番目かどうかわかんないですけども、それだけ辛いんでしょうね。ピリ辛唐辛子で刺激的な辛さに挑めてあります。それでは早速挑んでみたいと思います。見た目はですね、周りにびっしり唐辛子がついています。いただきます。唐辛子がですね、結構効きまして、下にもヒリヒリきますし、あと鼻の方にもですね、唐辛子の香りがツンときます。ちょっと一気に食べてくれというリクエストありましたので、こちら残り全部食べてみたいと思います。またですね、残りこんな感じで残っております。いただきます。そうですね、辛さが後から来ます。最初ですね、食べてるうちはそんなに辛さ感じないんですけども、後から辛さがどんどん来ます。舌がですね、こうヒリヒリするような感じです。辛いものがお好きな方はですね、ぜひ一度お試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントもお待ちいたしております。それではだんだんなー